ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ。はい、皆さんどうも、ヨーロッパ企画で俳優をやっております長野宗則です。そして藤谷莉子です。KBS 京都 RNC ラジオ CBC ラジオ機の皆様どうぞ今週もよろしくお願いします。お願いいたします。ヨーロッパ企画はですね、今本公演ツアー中でございます。そうですね、サマータイムマシンブルース、はい、そしてワンソマーというこの2作を引っ提げて全国11都市回っているという公演で、大阪公演がね9月28日まで ABC ホールでやっていると、まあ、そんなさなかでございますよ。はい、ね、20周年だと言ってます。20年キャリア積んでるんですよね、演劇で言ったら。そうですよね、すごいことですよ。これは芸歴20年ね、うん、でもね、東京公演がね終わった時にね、民亭っていう下北沢のね、はいはい、中華料理屋さんで、まあ、軽く何人かでご飯食べたんですよ。その時にね、代表のね、上田くんもいて、はいはい、うん、もちろん旗揚げからずっとね一緒にやって20年一緒に作演する上田誠ですよ。はい、どうも役者何人かいて、でまあなんか上田君が、まあ、知り合いから感想聞いたんかな、ミキの。うん、うん、で一緒にご飯食べてる中に主演の今回中川春樹もいたんです。主演俳優、その両作のね、ブルースもワンスマンも主演張ってますよ。はい、ペーソス体に帯びてね、はい、やっておりますよ彼。で彼も行って食べてて、そしたら上田くんがね、お客さんから聞いた感想でね、はいはい、中川さんだけセリフなんて言ってるか分かんなかったらしいですよ。主演俳優がですか？主演俳優のセリフが分かんな、そんなことありますか？で中川春樹も顔を真っ赤にして、そいつどんな耳してんだよっつって、どういうことだよって半分笑いながら半分怒りながら、なるほどなるほど、うん、わーってなってて、うん、で、うん、でもねって上田君言って、ヨーロッパ学のメンバー大体何言ってるか分かんないですよって言って、20周年ですよ、20周年目に聞く話じゃないでしょこれ。いやいやいや、常々言ってほしいことです。半年目かなっていう立ち上げ半年目かなぐらいの、ね、滑舌頑張ろうよっていうね、発声練習しようよ。それを20周年のしかも東京公演1ヶ月、ね、終えた、ね、その打ち上げのご飯の席で言うかと思って、まじやっぱ基本をおろそかにずるずるやってきたんやなと思って。そんなことないですよそんなことない、そんなことないです。本当に、はい、そんなことないって言って、そんなことないです。言ってもいっぱい言っても、もう全然大丈夫、大丈夫って言ってね、はい、うん、本当ですか？当たり前じゃないですか、20周年ですよ。滑舌の本お取り寄せしますけど大丈夫ですか？したんですか？はい、いや、さすがですね。それはじゃあ読んで、うん、でいろいろ本当気になって、こう聞かれるかどうかってことですか？滑舌ってことが、あ、滑舌、うん、今までもちろんね、発声練習、滑舌を練習することとかやってはきたよ、学生時代とか、まあ、おろそかになってきたのは確かで、でもまあちゃんと伝えようって気持ちがあれば大丈夫だっていう、そういうのになってきたのね。なるほどなるほど、うん、でもやっぱよくよく調べると、はい、ベロの位置、おー、ベロの位置ね、あの時はベロをどこに置くかとか、ね、なるほど、かはどこに置くかとか、あ、適切にベロの位置を意識することで、はいはい、声の出方とか滑舌は明らかに変わるらしいですよね。もう日本語の発音の話になるんですね。一語一語の発話の基本をに立ち返らなきゃいけないのかなみたいな気持ちになっている。言ってましたよ、え、大学の教授が、私の大学の教授が、うん、音に触れっつ、音に触れ、音に触るんだよ、うん、リンゴってこの3音全部ベタッと触って、リンゴって触るんだよってずっと言ってました。リコちゃんも今触って、音に触って常に触ってんの？触らなきゃいけない時は触ります。触る、触らなきゃいけない職業じゃんこれなんて。ね、ね、うん、触りましょうか、じゃあ音に、音に触ろうよ、音に触って、ラジオパーソナリティとしてもこれ触り続けないといけない、はい、これ、あ、うん、一音一音触りましょうか、うん、ね、
一応一応触って届ける。届ける。真心込めて、うん、はい。そういうふうな、東京公演を終えた後の、はい、反省会がございまして、はい。お便りもありますか、なんか慰めてくれるようなお便り聞きたいな。うって買ってね、明るいお便りしか届いてませんから、はい。お願いします。はい、読みますね。うん、ラジオネームさこみさんからいただきました、はい、東京公演お疲れ様でした。長い公演期間お疲れも溜まってきている頃かと存じますが、お元気に過ごされておりますでしょうか。先日ワンスモア東京千秋楽を感激させていただきました、うんうん、ワンスモアサマータイムワンサマータイムマシンワンスモア、はい、サマータイムマシンワンスモア、はい、運よく一番前の席で感激でき、遮るものがなかったので役者さんたちの細かい表情まで見られて私はとても楽しかったです。私は一人での感激だったのですが、隣に座っていた若めの男性も一人で感激されていて、ガハガハ一人で笑う私とは正反対におとなしめに感激されていたのですが、リコちゃんのシーンでは、うん、頭を揺らしながら笑っていて、おやっぱり笑っちゃうよねこのシーンと一人で親近感を感じながら感激させていただきました、うん、はい、どこだろう、うん、これから各地を回っての公演移動だけでも大変かと存じますが、お体には気をつけて頑張ってください、はい、ということです。 ありがとうございます。言ってません、誰も滑舌の話は言ってませんね、はい、書いてませんね、今送ったわけじゃないのね、全然大丈夫です、うん、ありがとうございます、全部読みました。もう一つ紹介していいですか。あ、はい、ありがとうございます、はい、リリンさんからいただきました、はい、長野さん、リコちゃん、こんばんは。こんばんは。ひとまず東京公演お疲れ様でした、うん、行き着く暇もなく大阪公演が始まりますね。私も大阪初日と2日目に見に行きます。おー、 2days 抑えたと、遠征という。お、リコちゃんは若いから大丈夫だと思いますが、長野さん体の調子はいかがですか。はい、私は日々体力のいる仕事なので時々どっと疲れることがありますが、あるよね、ブルースとワンスマを1日で上演する時の運動量にはかなわないと思います、うん、大阪も約半月ほどありますし、無理しないで頑張ってくださいね、うん、ところで、うん、北海道でロッケが行われるドラマのキャストが発表されていて、はい、ヨーロッパ企画が出演とありました、うん、元弘監督のドラマで藤村さんや嬉野さんの名前を見た時からヨーロッパ企画が出るんじゃないかと思っていました、うんうんうん、オンエアは来年のようですが、ネットフリックスなどで見られるようなので楽しみにしております。それではまだまだ公演は続きますので、お体ご自愛ください。はい、ありがとうございます。はい、元気ですよ。本当ですか。はい。バレる、にわかに信じがたい。そうですか。はい、もう泥のように寝たいですよね。はい、はい、ありがとうございます、はい、頑張りますんでどうぞお付き合いくださいね。お付き合いください、うん、ラジオドラマ行っちゃおう。あ、行きましょう。当番組のメインコンテンツであるラジオドラマ、はい、まあ、僕ら今サマータイムマシンブルース、ワンスマータイムマシンものやってます。時間ものでラジオドラマやってます。今月は佐古光晴、お、佐古光晴氏によりますラジオドラマ黒いゲーム屋さんです。黒いゲーム屋さん、はい、第4話になります、はい、タイトルがですね、作家の白紙っていうかね、また意味深なタイトルつけてくれますけども、それでは開演いたします。用といいプラスとマイナスに明とアーマー、そして白と黒、何事も裏を返せば表になる。ところでオセロってご存知ですか。当たり前、ほほー。それじゃあ早速ワンゲームどうですか。いやでも違うなあ。もうこんな時間か。マスターすいません、チェックで。いつもありがとうございます。新作ですか。ねえ、まあ楽しみにしてます。あの作家の坂のぼりさんですよね。え、ああはい。うわー、どうしよう、俺のぼりさんの大ファンなんです。どうしてあんな面白い作品が描けるんですか。まあ作り話だからね。またまた。あのサインとかしてもらってもいいですか。おお、もちろん。はい、どうぞ。ありがとうございます。これからも応援してます。どうも。じゃあマスター、また。
大ファンですか。ああ、わからん。あんな嘘ばっかりの作品のどこがいいんだ。そんなことより締め切り締め切り。あれ、こんなとこにゲーム屋なんてあったっけ。まあ、これもネタ探しか。よし。すいません、まだやってますか。いらっしゃいませ。何かお探しですか。面白いネタを探してるんですが。面白いネタ、芸人さんか何かですか。いや、一応小説家をしておりまして。作家さん、これはすごいな。お名前は。坂上よね。おお、そうです。モナさんのお知り合いですか。平成最後の SF 作家坂上、高校在学中に作家デビュー、東大に進学後も執筆を続け、出す作品のほとんどがドラマ化映画化されている大人気作家よ。坂のぼり、のぼり坂。おお、ほほほほほ、いいお名前ですね。のぼり。ああ、はい。サインください。ああ、もちろん。すいませんね。いや、いいんですよ。ファンがいるのはありがたいことです。あなた、面白い方ですね。何がです。そんなに売れてるのに、とても謙虚だ。いや、僕なんて嘘ばっかりの作家ですよ。嘘？これは興味深い。あ、申し遅れました。私ここの店主をしております黒井四郎と申します。で、向こうがアルバイトのモナよ。モナさんね。はい、これでよしと。サインどうぞ。そうだ、よければオセロでもしませんか。オセロ。あなたも面白い方ですね。いいですよ、やりましょう。好奇心旺盛で謙虚で、これは火の打ちどころがないな。オセロにはね、覚えるのに1分、極めるのに一生という言葉があるのをご存知ですか。ええ、未だに全ての手はコンピューターを使っても解析できていないそうですね。シンプルなのに奥が深いっていう。作家のお仕事みたいですね。そうかもしれません。あれ、珍しい盤面ですね。ずいぶんマスが少ない。これはちょっと変わったオセロでしてね。さあ、のぼりさんのターンですよ。何か書けますか。いいですね。じゃあ私が負けたらこのお店を差し上げますよ。本当に言ってるんですか。このお店を引き継いでずいぶん長い時間が経ちました。そろそろ次につなぐ時期なんです。後継ぎ問題もこれで解消ね。そうきましたか。じゃあ僕が負けたら黒井さんを主人公にした作品を書きますよ。ほう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 、これはいい。いや、驚きました。まさか私が負けるとは。いや、僕も驚きです。初めてですよ、全部白になるなんて。まるであなたの人生みたいですね。そんなことありませんよ。よければさっきのお話聞かせてもらえませんか。嘘ばかりっていう。あれですか。まあ黒井さんならいいか。僕ね、小説家になるのが小さい頃からの夢だったんです。両親は僕を官僚にしたかったようなんですが、そんなことよりも小説を通して人を勇気づける方がよっぽど価値があるんじゃないかって。夢を叶えたんですね。どうでしょう、僕ね SF しか書かないんです。どうしてだと思います。 SF しか書けないとか。ズバリです。作品ってね、その人の人生がそのまま投影されるんです。読者は作品を読んでるんじゃない、作品を通して作家の人生を読んでるんです。ほう。で、のぼりさんはどんな人生を。不幸なことに不幸がなかったんです。何不自由なく生きてしまいました。いいことじゃないですか。よくないんです。
僕の小説にはリアルがない。本当の不幸を知らない人間が不幸をイメージして書いてるだけ。空っぽの作品が評価され、空っぽの自分がチヤホヤされているだけなんです。でも読者はその嘘を楽しんでるんじゃないですか。それこそあなたにしか書けない作品なんじゃないんですか。そうは思えません。少なくとも僕が本当に書きたい作品は僕には書けないんです。黒歴史がないというのも大変ですね。そうですね。もし過去に戻ってあなたの白歴史ばかりの人生を黒歴史に変えれるとしたらどうしますか？SF みたいなこと言いますね。そんなことできるわけ。言ったでしょ。これはちょっと変わったオセロだって。駒を裏返せば外見は当時のまま、今の能力をもてして白歴史をやり直すことができるんです。SF よりも SF じゃないですか。これは面白いネタが見つかりましたよ。オセロって一発逆転のゲームでしてね、白を裏返せば黒になるんですよ。黒井さんも役者だな。そんなことが現実にあるわけ。ただしあなたの場合は全ての駒が白なので通常のやり方ではダメです。だから、あ、なんてこと。こうして全ての駒を落とすことでどの白歴史でも変えることができます。本当に言ってるんですか？この使い方も最近ある方に教えていただいたんですがね。やります。やらせてください。もうこれ以上自分にも作品にも、そして読者にも嘘をつきたくないんです。不幸を味わい、その苦難を乗り越えて本当の作品を生み出したいんです。ただし白歴史を変えられるかどうかはあなた次第であるということ、そしてあなたの今までの人生が大きく変わることをくれぐれも忘れないでください。後悔しませんか？今の生き方以上に後悔することなんてありませんよ。よろしい。あなたならどう転んでもなんとかなりそうだ。ただ一つだけ約束してください。何ですか？次の黒い四郎はあなたです。引き継ぎお願いしますね。さっきの賭けの話ですか？いいですよ。あ、でも黒井さん、今から僕が全ての白歴史を黒歴史に変えたらこれ僕の負けですよね。きっと何も変わりませんよ。それではまたお待ちしております。ええ、また。のぼり、あ、ここは学校？え、先生？何寝ぼけてんだ。お前らしくないじゃないか。で、どうするんだ？大学は決めたのか？大学？まったく、今の成績なら東大でも京大でも行けるんだからしっかりしてもらわないと。なんて言ったって学年トップなんだからな。思い出した。この学校、これは高3の夏の進路指導だ。ここで東大に行くことを決めて、でも特に勉強は必要なかったから夏休みに小説を書いて、でそれが受賞して。そうか、ここで大きく道を変えないことには何も変わらないんだ。よし。おいおい、のぼり。あ、はい。おい、本当大丈夫か？ええ。で、どうする？大学は決めたのか？はい、やめます。ん？やめる？ああ、え、留学ってことか？ハーバードかケンブリッジか？いえ、受験やめます。そして高校もやめます。おい、のぼり、先生をからかうのはやめなさい。今までお世話になりました。じゃあ。おい、のぼり、ちょっと待て。のぼり、うおー、やばい、すごい、やばい。よし、こうなったら思いつく限りの転落を味わってみるぞ。すいません、タバコください。はい、銘柄は？で、君高校生じゃないの？
あ、そうか。あ、でも僕本当は高校生じゃないんです。本当は大人なんです。あ、ダメダメ、未成年には売れないから、もう出てって。チェ、せっかくの人生初タバコが、あ、あそこでヤクザがタバコ吸ってる。これは人生を転落させるビッグチャンスかもしれない。よーし。てめえさっきから何チラチラ見てんだ。これがリアルなヤクザか。あ、タバコもらえませんか。ふざけてんのかこら。これあれですか、僕今から殴られるんですかね。当分立てねえようにしてやるよ。財布だけは置いといてやる。中身はもらうからな。いってててててて、そっか、殴られるとこんなにも痛いのか。これがリアル。気持ち悪いやつだな。次から相手見て健康だよ。いい調子だ。すごい速度で転落していくぞ。でもまだこんなもんじゃ足りない。もっとだ、もっと不幸を経験するんだ。困難が大きければ大きいほど、それを乗り越えた時に見える本質がある。それこそが僕に足りないものなんだ。よーし、やるぞ。黒井、新聞読んだ？何か面白い記事でもありました？ほらこれ。ほう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 、やはり時効になりましたか。のぼりが事件を起こすこともこうして逃げ切ることも全部わかってたの？大体のことはね。まあここまで彼の作品が売れなくなるとは思いませんでしたが。そう、見てごらんなさい。私の言った通り、やっぱりオセロは白のままでしょう。ほんとね、綺麗に真っ白だわ。面白いものですね。万人にとってそれが黒歴史だとしても、ある人にとってはそれは白歴史だったりするんです。少なくとものぼりさんにとってはね。いらっしゃいま。これはこれは、お待ちしておりましたよ。はい、聞いていただきました、作家の博士大ヨワでございました。ドラマが終わってない感じになってごめんなさいね。今ね、引きずっちゃいましたけども、第4話、佐古光晴先生による、第4話でございましたけど、キャストの紹介いたします。謎の天使黒井四郎、私長野宗則、そして謎のバイトモナ、藤谷理子、そして今回の主役でありましたね、坂登りという作家さん、売れっ子作家さんは、ヨーロッパ客のメンバーの坂井義文、そしてですね、冒頭に出てきました、あの坂登りが執筆してたあのバーですかね、のマスターは大俊智弘、ね、まあ名言酒場のマスターがだなと。で、名言酒場にいたのかもしれない。そうですね、名言酒場で執筆されてたかな、坂のぼりさんは、うん、そしてファン、その話しかけるファンいましたよね、坂のぼりに、はいはい、うん、それがなんと佐古光晴さんだった。いや、俳優さんかなって思いましたけどね。声してますよね、はい、慣れてらっしゃいましたよね、はい、うん、俳優歴もありますよ、彼、うん、僕よく知ってるんですけど、はい、佐古光晴さんが、ね、作家でありながら作家のファンを演じてっていうことをやってくださいましたよ。そして、その作家のぼりの先生役、佐紀生きるという名前なんですけどもね、これまたね第5話に登場してくる。先にして言っちゃいますけども、諏訪正志、ヨーロッパ企画のメンバー、そして、途中ヤクザに絡みに行きましたよね。
はい、はい、は、高木健さん。だまあ前回シャープ3で黒十で、黒十で出てきましたね、高木健さんですね。そしてタバコ屋の店主が松尾君、天才松尾にやってもらいましたという。はい、うちの天才。はい、ということでございました。ちょっと、続きますよ、この4話は5話に。続きますよ。うん、すごくな、ね、しかも。なんていうんですか、もう後継者問題を描いてますから、この店の最後に来たお客さん誰だったのか、うん、気になる終わり方してるでしょ。うん、うん、後継者だとしたらどうなるのか、確かに ね, ね、このゲーム屋さんは、はい、黒いゲーム屋さんは、うん、これもで来週でも全部わかります、明かされますんでね、はい、そしてこのドラマ最終回になりますんで、来週はぜひお楽しみに、はい、じゃあこの4人を引きずってあの酒場に行ってみましょうか。行っちゃいましょう。マスター、いらっしゃいどうもあれゲーム屋さんに来てたのかな僕ら、あれ2秒しか続かないですね、この声はね。そうです、難しいですけども、はい、まあいらっしゃい、不安になるんですよ、ね、ちょっとね怖くなりますよね、いや今回ね、あのまあね、笑うセールスマン的なこう世界観のお話なんで、うん、まあ、せっかくなんで笑うセールスマンで、僕はすごい、まあ、名言ではないかもしれないんですけど、うん、すごい印象に残っているあのラストゼリフがあるんですけど、それをちょっとご紹介したいなと思っていて、うんうん、でそのお話自体が、カラオケ好きなあるサラリーマンさんがいて、その人がもぐろさんと出会ってドーンとやられるっていう、うん、まあ、お話なんですけど、うん、その最後のラストのセリフ、うんうん、近頃カラオケホールがにぎわってるようですが、そのうち一人でカラオケを歌うオタクカラオケカプセルというのができるんじゃないでしょうかね。ほう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 っていうのが1999年にの作品でもう最後書かれていて、アビコ先生バチコン当ててるんですよ、後の一人カラオケを。予言ですね、だからすごいなってその時思ってて、うんうんうん、っていう名言ですね。一人カラオケの闇にいち早く、そうなんですよ、うん、それをまあオタクカラオケカプセルっていう言い方をしてるんですけど、でもすごいなとその時、予言力がやっぱりあるんだなっていうのが、ありがとう、また来るぜ。はい、ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ、この番組は京都のヨーロッパハウススタジオからお送りしております。エンディングでございます。宛先お願いします。はい、この番組では皆さんの質問、ラジオドラマの感想などお便りをお待ちしております。宛先はヨーロッパ .broadway@gmail.com、 europe.broadway@gmail.com までお願いいたします。わからなかったよという方はヨーロッパ企画のホームページにもバナーが記載されておりますので、そちらをクリックしてみてください。はい、ありがとうございました。音に触りながらお別れしましょうかね、はい、では今週もありがとうございました。来週もお楽しみに。さようなら。